いやもうここまで来たらやるしかないですね。はい。いやもう突っ走るしかないんや。突っ走るしかない。とりあえず立てるだけ立てよ。よし。よし、行こう。ふう。よし、よし。よし。待って、今がオルタナのどこだ？ 4？ 3か4のどっちかです。3か4のどっちかです。3か4の途中です。3かな？ 3 クリアして4かな、次。で、ちょっと待って、ツイートするんで。いきますか。今んとこまだ死んでない。で、さて、音どうしようかな。なんかこれ音ない方ができる疑惑あるんですけど、とりあえずちょっと自分でも、音聞いとくか。音聞いてダメそうだったら、なくします。でだ。さっきのが、同じようにヘビブロックの攻略だったので、多分今回も同じような感じではあると。俺はどこ行こうってことなんだ？ちょっと待って。柱？柱がある。で？なるほど。これの場合は上に行けばいいってこと？おお、なんだっけ、あれが上手くなったね。なんだっけ、忘れちゃった。トリプルコンボじゃないよ みたいなやつ。これ、あれも上乗るパターンか。いやー、やだなー。どうしろと言うんだ。多分これ上乗って、向こうまで行くってパターンか。オッケーオッケーオッケー。で？どこまで行くのこれ。なるほど。ここで、でもあの上は、届かないね。あの上まで一旦登るか。あ、届かねえ。ちょっと待って。どっからだこれ。あれか。これで2列だから。
あれができない。待て待て待て。やべ。でーだ。はいはいはい。とりあえず、上に登れというお告げですね。てか、これも全部あれか。いやー、手汗。全部パズルか。いやー、なんでこんなことになってしまったんだ。多分これ、一回向こう行って、で、上行って、で、ああ、なるほど。一旦あれが終わるまで待たなあかんっていうことですね。よいしょ。ほっほっほっ。なるほど。じゃあとりあえずあれをぶっ潰しましょう。やばい。解放しちゃった。あ、でもいいか。あれがないと飛び移れない。こっから乗れるんじゃない？でも。乗ろうと思えば乗れる気がする。安全牌はこっち？いや、でもな、どうせ落ちる。ああ、そういうこと。あ、でも、どうにかなる。ああ、なるほど。うわ、間違えた。そういうことね。理解したわ。理解した。こんなパズルゲーやらせんな。理解したよ。理解はした。わかったわかった。理解はできました。届いたね。理解はしましたよ。もう何も自己紹介も何もなく、ただただヒーローモードを進める、それが今の精神状態ですね。よく表していると思います。もう俺は死にすぎた。おお、危ねえ。もうそれいける？で、こっから進むと結構あれが、そうですね。でも普通にこれはこのまんま進んでいい気がする。これはこのまんまと。じゃないと死ぬからね。あれ何？あ、ダメか。
横に飛び移んないといけないですね、やっぱり。はい、やり直します。2万が減っていく、どんどん。いや、でもまだ、この、起きてから3回目だし。変なところでポコンなければ。いやー、これも結構落ちそうで怖いな。こじ開けは回収しましょうね。ほんと手に汗握るってこういうことを言うんだよな。おぶね、もう撃ちそうだった。とりあえずここは小ジャケに待機してもらって、そろそろいけるな。よし、一旦ここまで。ああ、待って、ちょっと、うん、道のりがどんぐらいあるかだな。その駅のあそこ行って奥は乗り継いで一旦停止してからだな。やっぱ小ジャケか。小ジャケが届く距離に。いや、これ飛べる？前をどうにかした方がいいんじゃん。どっかで一旦停止できないかな。ちょっと見たいな、あそこのね。ここ見たいな、めちゃくちゃ。あそこが見たい。どうなってんのか見たい。だってあれ乗りながらだと絶対見れないんだよな。こう行って向こう行って奥行って、あれを小ジャケでどうにかできるかどうかなんだよな。乗り方も様になってきたが。で？こっからなんだよな。行きすぎー。やりすぎー。で？乗って、奥はいいとして、その奥は？よく見て。あー、なるほど。左側撃って、タコミサイル止めて、で、前を鮭で、めちゃくちゃ、バカバカバカってやる。間違いじゃん。この、これでしょ？あー、なるほどね。
バカバカバカってなんだ。オッケーオッケーオッケー。いや、やり方合ってる。わがわがわがってやりすぎて。前、もういなくなったら即戻そう。呼び戻さなきゃいけん。おもろ。いや、おもろいな。もうレベル1の時より面白いよ、これ。レベル1のあれより面白いですよ。明らかに。レベル1のあの苦行に比べたら。あ、やべ。レベル1の苦行に比べたらこんなのはね、楽しいですね。まあ変なとこで落ちなければなんですけど、おお、あぶれあぶれ。今のは死んだかと思った。今のは死んだかと思った。やーべ、ヒヤッとするねんな、いろんな意味で。いやー、小邪気の使い方よ。やばいやばい。やっぱ小ジャケか。小ジャケを小ジャケ展開で一気に広がらせて、うん、やっぱ左から右で前が消えたら一瞬でカモンを押す。それが一番。おお、ってことでしょう。乗り換えですね。終点どこ？見えないってば。こっからこう行って爆弾破裂あって、あ、あー、なるほど。うわっ、いけないか。これどこ行ってんの？これどこ？どこだ？これどこで飛べばいい？あれ、どっかで飛ぶ場所があるのか。焦るなってこと？スプラトゥーン、これは何を伝えるゲームなんだ本当に。いやー、この2番のストックがどこまで削れるのかわからないね。こんな深夜の苦行オーバー。
カモン、カモンベイビー。あーなるほど、結構すぐあれされる。なるほどな。出た、こじゃけなんだ。次はあぶねえ、ギリギリやな。で、こっから乗り換えて、まっすぐあの延長線上がどこに行くって。とりあえず全部展開するまで乗っとかないとまずいってこと？いや、展開もっと早く行きたいな。とはやっぱりここだよね。で、おお、ここは無理だったけど、いいよ。はあ、到着。ふう。あぶね、もうイカはあれいって、イカリング。あー、BGM が変わったー。チェックポイントはここか。オーケー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 。ちょっと待って。ちょっと一瞬手洗ってきていいですかね。手汗がひどい。手洗い。よいしょ。てか今のでだいたい1時間経ってるって本当？怖っ。怖すぎひんか。いやーこれ。一回なんか見て、本当にやばかったら明日、一回やるしかねえな。続けようか。何ですかこれは。あー、バリア。遠くに見えるのゴールだよね。そうだね。じゃあその手前に見えるのは何？前ジャンプポイント踏まないで落ちたことあるんで。あー、うん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 。なるほど。フィールドだな、なんかの。いや、多分あれが出るんですよね。タコゾネスが。なんか来るよ。どこどこどこ。OK、OK、OK。いや、とりあえず塗ろう。あと3体。オッケーオッケー。
と何体いるな。やばい、赤だ。赤が減った。いや、まだやろ。やばいやばいやばい。スペシャル缶詰が出たよ。どこ。あれ、あったあった。やばい、なんで缶詰をそこに出す。やばい、理解した。スペシャル缶詰そっちに出さないでくれないかな。まあ多分どうせ出るんでしょう。最後の一体になったら向こう側を塗るのに専念しましょうか。じゃあ最後の一体は泳がせておく。おお、やばい、赤が切れた。わかった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 よ。いろんな意味でわかったよ。理解しました。やっぱボム、ボムはさ、でどうせあと一体ないでしょ。逃げろ逃げろ、逃げて塗る。フィールドのリセットはされないはずだから塗る。とりあえず塗れ。あー、最後にあれ残したのやだな。で向こう側、どこに出るのか分かっているなら、ハンコ、待って、ハンコはね、下手くそなんです、私。ハンコはダメだ。ハンコはやめた方がいい。多分私、ハンコは使わない方がいいな。ごめん、ハンコは使わんわ。ハンコを取りに行かなくていいわ。買われた。おお、上。あと一体じゃね？多分。やっぱあのでっけえジェットパックみたいなのが欲しい。俺はでっけえジェットパックみたいなのが欲しいや。こっち側だね、やっぱ。マジ、ハンコはさ、巻き込めればいいんだけど、マジ下手くそすぎるからな、ハンコの使い方は。自分でもびっくりだけど。打っ
ってんな、めちゃくちゃ。塗ってんな。さっきのあれより塗られてんな。頼む、戻って。よし。赤復活の。とりあえず一匹消せ。何匹いた。いや、まだいるな。絶対まだあるって。どどどど、まだ大丈夫？嘘つけ。あー、やめろ。わかった。あいつはダメだ。あれはダメ。でもやっとなんか、普段のスプラトゥーンって感じですね。普段のスプラトゥーンって感じがして、私は嬉しいよ。カモンじゃないけど。前に出たらやるぞ。後ろからかよ。おお、違った。さて、最後に残った一匹は何だ。いるな、シューター系か。おお、塗り返せ。ウルトラハンコか。使うんかな。あれか。やっぱどう考えたってシューターいるな。どっちから行く？シューターは後回しにしとこう。シューターがロボットボムとか持ってなければいいや。あ、2匹いる。2匹やがる。ロボットモブじゃねえか。うわ、めっちゃ塗られてんなこれ。もう1個なんだこれ。
く嫌がる。ジェットパックは潰せ。ジェットパックじゃねえよ。なんだっけ、あれだよ。なんだっけ忘れちゃったけど。あ、マルチミサイル。マルチミサイル持ちは潰せ。どんな手を使っても。やべ、インク切れた。何匹？あと1匹じゃね？多分。じゃあ塗ろう。やっぱハンコダメだ私。自分にハンコの才能がないことが分かった。あんなに時間かけてやったけど。敵はどこだ？だからやっぱり ZL が痛いんだって。はあ、ZL 中指にしとく。上にいるな。向こう側か。おお。あ、やべ、外落ちた。いやでもまだ頑張れる。そうだろ。オッケーオッケー。アマゾネスか。タコゾネスの後絶対なんかあるよな。どうなんだろう。これでラスト？自我を持った。まだ濡れてないけど。まだいる。オッケー。このまだ一匹いるな。分かってる。一匹だな。まだ二匹だった。マジでね。うわ、すっげえ塗られてる。
どこにどれが出る？あ、まだいるってそういうこと？向こうに全部いるの？ジェットパック野郎め、どこにやがる、やがった。高台を取れ。これどこにいればいいんだ？どこが安全地帯ですか？スペシャルを使いまくるのが一番いいんだろうな、多分。スペシャルを使いまくれ。多分そういうことだ。スペシャルを使わないと死ぬ。リスキルを狙え。リスキルをしろ。こっち側にも湧いてくるし、どこで湧いてんのかな、俺。かわいそうにな。リスキル、リスキル。どこ？敵いた。ねえ、俺たちだってロボットボム使いたいと思わない？と思わない？みんな。うっちゃ。わめめ。見栄えが悪かろうが何だろうが、ただどこに救った方がいい？これyou
難しすぎるこれ。いや難しい、難しい。なんだこれ。いや、やるべきことはわかるんだよなこれ。ただ敵を倒せばいいんだもんな。ただ敵を倒すそれだけのことなんだが、やはり難しい。小鮭とか使った方がいい。どうも。あと2体。あと1体。敵残数の管理が大変だ。やべ、全然濡れてね。やっぱね、戦場を塗ることが必要だよ。小ジャケとかの方が良かった？もしかして。精神統一。やばい、赤が消えた。赤の霊圧。やだわー。いや、きついですね。いや、ま、タコゾネスの下手さはごめんなさい。これは多分、リアルの腕なんだよな。いや、でもな、ヒーロー装備全部、あれしてるしな。ヒーロー装備はこれ以上強くならないし、私は別に縛りプレイをしているわけでもない。ただスプラトゥーンをしているだけなんです。あー、腕痛、手が痛い。明日リベンジはありえなくはないぞ。いや、結構塗った。で、こっち側の土手を守りきりたいという気持ちはある。
どこまでついてくるの？右側で死んだやつは右側で登場する？もしかしてそういうこと？いらんいらんいらん、ロボットボムなんざいらん。であと2か1だ。あと1か。1だな。これはサメライド。どこに出る？あっちか。こっちには出ない。あ、待って、嘘でしょ、今のは避けたって。なんで今のは避けたって。はぁ、あ、間違えた。無邪気、無邪気にしちゃった。違えた。無邪気はいいんだよ。あれ出てこない。もうめんど。とりあえずローラーがいる。とりあえず塗っていく。さっきみたいにやっぱ土手をうまく使わないといけないんで、こっち側よりあっちを優先した方がいいんだよな。あっち？あっち側？やっぱここを自分の土手とすべきか。破裂系嫌だけど、でも次だって向こう側から来るもんな。こっから来るもんね。ってことはとりあえずこっち側塗っとかないといけない。あ、あっちは渡すぐらいの勢いにするか。取っちゃったよ。待って、絶対ハンコやだ。サメライドにする。これさ、どっちに近いかによる？もしかして。どっち近いかで、
あれが変わる？変わるな。裏がられた場合どうしよう。裏がられた場合の対処法？足元に爆弾でも巻きますか。で、やっぱり遠いとこに出るんだね。じゃあ中間にいる？そうやな、中間にいるのが一番なのかな。でもさっきのは近い、自分と近いところに出たしな。さっきはこっち側に出たから、とりあえずこっち待機はいいと思う。だから同数出るのか、両脇。よし。いや、嘘だろ。そんなにいらんわ、ロボットボード。ダメだダメだ、やっぱあれはどうすりゃ、あれは小ジャケか、小ジャケでも巻いたらいける。そう、小ジャケをさ巻くタイミングがなさすぎて。やっぱ小ジャケ強いよな、よく考えたら。タコゾネス一発か。オゾネス一発は確かに強いわ。いや、きついけど、多分手の体操をちゃんとして
ありがとう、柱。まだいるよな。まだいてくれないと泣いちゃうぞ。やっほー。うぜー。はあ、はえー、しかも結構塗ったぞ。生きてる。俺まだ生きてる。おめえには撃たせねえ。絶対に。そうか、これが。あれ来ちゃいました。いや、ちょっととりあえずダメそうなら明日に回ります。これは明日に回りますが、とりあえず多分タコゾネスとのランデブを楽しみに。タコゾネスランデブです。現在タコゾネスランデブの第3ウェーブが、いや、みんな寝てよ。人のことを言え、いや、でも私は寝てる方なので、全然おかしくはないんですけども。だからロボットはやめろと言ってるでしょう。さよなら。ロボットをむやみやたに出すと嫌われますよ。うおー、挟まれた。はあ。そう、ロボットはね、本当に嫌ですね。誰だよ。間違えました。なんで反抗を取っちゃったの。あ、まだステージの途中でーす。もちろんでーす。もちろんでーす。残念ながら。残念ながらステージまだ終わりません。先ほど、なんだっけ、弓矢クリアして、ヘビブロック丸1、クリアして、
ヘビブロック丸2が出ました。で、丸2もクリアしましたが、ヘビブロック丸2をクリアしたはいいものの、丸3もあります。ヘビブロック丸2でこれでした。アマゾンです。だから、計、最初の1個、最初の1個が出て、で、次が弓矢だったんで、全然濡れてね。弓矢が出て、で、なんでこれが第4ステージですね。これが第4です。第4ステージ?その、あれやってからの第4ステージですね。チェックポイント来てからの第4ステージです。チェックポイント過ぎて4つ目。見て。痛い痛い痛いです。終わらないでー。そうですね。これでもまだ第4ステージなんですよ。おかしいなぁ。うわ。割るな。割るな割るな。あれ?どこ?まだ一匹いる?あ、いるわ。え、でもとりあえず、黄色く塗っていきたい。じゃないと次が辛いから。おめえみたいなのは、後に残しとくんだよ。いや、マジで、どうしよう、これ。まだです。まだ来ます。全部あっち側にいるんだよな。全部あっち側にいる。しかも無限湧きする。ここの安住の地を逃してはならない。爆風。多分めちゃくちゃあります、これ。おかしいな。爆風おかしすぎるでしょ。だやっぱなんだっけ。あと、ミサイル撃ってくるやつが、反対側にいるから、やっぱそっちをどうにかしなきゃいけないんですよね、本当は。わかってる。はずなのに、どうしようもできない。わかっちゃいるがどうしようもできない。どうしろと言うんだ。いやだ、もうこれワンステージじゃないです。スプラトゥーンというゲームの集大成みたいなって、ほぼ。うん、そんな感じ。あ、待って、私何残してる。ローラーじゃね、この塗りの広さは。ローラーかシューターだな。
上登れないし。ローラーだってした、やはり。全部じゃないんだな、まだ。2ウェーブ目だよ。3ウェーブの次があるのかと思うと、息が苦しいよ。そうなんよな、絶対あっち側、どうにかしなきゃ。いってて。ごめん、赤を割るな。ごめんは赤を割るな。やっぱ近いところには湧かないんだな。やっぱ遠いところに湧きますね。これ。爆風でどうにかしよう。いや、きつ。やばい。いや、ちょっとは。なんかさっきより333の元が取れてきた感はあるんですけど、きついっすこれ明らかに。いやーでもな、やっぱボム投げと、いや、こじゃけの使い方これ、こじゃけで気を引くか。そうか。こじゃけで気を引くなんて使い方あったな。ごめん、忘れたわ。こじゃけをおとりにするパターンか、これ。こじゃけをおとりにするとどうなる？こうすると、あ、こじゃけを攻撃しようとするのか。なるほど。そうか、こじゃけ、そう、囲まれたらきついんですよ。だから囲まれないようにするしかなくて。囲まれないようにどうするかっていうのは、だからロボットボムお呼びでないって。やっぱロボットボムの対処だな。全部じゃないんだな。わば、まだ来てるよ。そう、反対側なんですよ。どこどこどこ。位置がバレるとあれ撃たれるんですよね。
りあえず。そうなんです。レベルごとに敵が強くなってるんですよ、明らかに。そうそうなんですけど、だから囲まれないように本当に一匹一匹おびき寄せて殺すしかないんですよね。だから本当に、あ、なんだっけ、本当に本当に、あの、なんだっけ、ロケットマジであれがいるせいでもう全てがおしまいなんですよね。本当にあのロケットが、でもあれでコジャケをに向けてやれば、コジャケに向けてロケットとか撃ってくれれば、私がコジャケの方に行かなければどうにかなるのか。おじゃけを使うという方法を分かったはいいので、あーやばい、第3ウェーブ来ちゃう。で、あとなんだっけ、あれが本当にやだ。これこれこれ。ああ、ウルショデ狙撃。私にそんな腕があるかという感じなんですけども。ここまで来るとね、そろそろ、イクラがね、そんなに減らなくなってきた。ありがたいことに。ありがたいって何って感じ。多分そろそろいいと思うんだ、解放してくれて。5ずつ、つまりでも5か、5ってことは5ってことは計算ができないね。60体ぐらい倒さないと採算に合わないってこと？面白。いや、全然面白くないわ。私、ハンコが死ぬほど苦手なので、ハンコは無理です。ハンコ以外を、どうにかするしかないんですけど。
多分3出たところで、3のところで、いや、やばい。赤が死んだ。やべ、なんで今いけると思った。ウルトラショットで狙撃して、いや、このウルトラショット動けなくないですか。ウルトラショットこれ動けます？私のウルトラショット動けなくて違うんだよな、多分動けないんですよね、全然。あのウルトラショット、よく考えたら。だってあれ、どうしようと。やっぱ高台を、高台をやっぱり、高台を死守するしかないってこと？むずいなぁ、これ。そんなにスプラットゥーンやり慣れてないんですよ、こっちは。こっちとら強くもないので、そんな。やべ、赤割れた。ふっ。あ、やべ。まだ3体いる。あと3体。逆に言うとあと3体。どこじゃ。飛距離が届かん。うっそでしょ。うるしょ。本当ですか。潜れます。私のやり方が下手くそなのかな、もしかして。やべえ、今のでいけなかったから一気に減ったんですが、あれが、下しすぎるね。あと何体？あ、やべ、もうこれで全部。いやー、そうなんよなー。うるしょで、
こで脇潰しはしなきゃいけなくて、ちょっと漆を使ってみよう。本当だ。でも私の漆が下手くそすぎてびっくりなんだよな。マミミー知るか。いるな。だーだるだるいね。脇つぶしするんだったらやっぱあそこなんですよね。あの奥。ここここ。もし湧く場所が一緒なのであれば。やっぱ逆来るよな。ここまで来た実力があればきっと大丈夫。何を言ってるんだお前。背後は取られてない。今マルチミサイル撃ったの誰だ。お前か。今マルチミサイル撃ったよな。湧いた湧いたぞ。後ろは開かない。オッケーオッケー。いやでもまだ来るまだ来る絶対来る。絶対湧く。マルチミサイルってやつドイツ。かよ。うるせえおめえ。あ、でもちょっと湧くのが。よかった。停止した。停止した。わ、かなり活かしてる。ああ。いけどこだ。本当に本当ですか。本当ですか。夢じゃないですね。悪夢の終わり。ああ、もう昼間にやるって話ですけどね。午後4時。あ、午前だった。はあ。午前4時に、こんなさ。うわぁ、きつっ。きつっ。いや、一番きついの1。ありがとうございます。いや、見守っていただいてありがとうございます。ね、333。あ、うわぁ、うわぁ。ああ、3日間わかんない。そんぐらいかのなんか、激闘です。いやでも、頑張ったんじゃない？ 2 日ぐらいで、頑張ったんじゃない？
ああ、よかった。いやー、よかったですよ。本当に。死ぬかと思った。死にかけだった。オルタナの先へ。ああ、オルタナの先へ。これでクリアですよ。ゴールデンタイムの配信すみません。すみません、すみません。いや、ゴールデンタイムに配信しようって話だよ、こんなの。こんな頑張ったんだからさ。いや、でも絶対もう縛りプレイとかやんない。もうやる気がしない。あ、でも、一応、なんか乗り越えたから、なんか、そうですね。あの先、なんか、あと何があるか全部わかってたから、わかったから、ちょっとは、あれですね、本当に、ツイッターでもめちゃくちゃもうボロスカリ、もうなんかボロクソに言われたでしょね。オルタナの先へじゃないと。オルタナのサスケだと。本当に。いや、わかるよ。オルタナのその先へじゃないもん、ほら。ええ、本当にね。悪夢を乗り換えて、悪夢を乗り越えて。いやー、でも、よかった。本当に。いやー、もう死ぬかと、もう、これ1が一番嫌なんじゃない？本当に。いや、なんか人によるとなんですけど。本当に人によります。人によりますけど。人によりますけど、本当に。これ、1が一番きついって。1がクソすぎる。なんか先の見えない絶望と、なんか何か入り混じったこの虚無感。すべてをこう初見ですべて、この最初のカワジャンプからの、あれですよ。革ジャンからずっとやってたけどもさ、みたいな。そこからずっとやんなきゃいけない、乗り越えがね。いや、まあでも、とりあえず内容はね、分かったと思うんで、ぜひ、気をつけていただいて。気をつけていただいて。いや、でもちょっと待って、これ逆に、これどこで私が次、戸惑うかちょっと気になるな。ほらよ、初回の次はいくらくれるんだよ。待って、クリア報酬見て。3332。で、待って、そっか、3300ぐらいもらったってことは、だいたい10回分？10回分しかキャリーオーバーしてくれないんですか？ ん？でも待って。今2万、1、10、100、1000万。あれ？ 2 万になった？ん？ちょっと増えた。あ、でも3000足したらそうだよな。だって1万8000ぐらいから3000足したら、そうですね。え、10回分しかくれないの？ケチすぎない？いるか。え、てか待って、そもそもこの、これって、そういえば、のログにたどり着きましょうってありましたけど、ログ、なんか増えてたっけ？え？ え？そうですよね。最後、そう、キャリーバッグがちょっとだけ返ってきた1万9000。ああ、さて。あ、ログ、あ、わかんない。もしかすると、ロビー行ってもらったら、なんかもらえるのかもしれない。
うわー、いやー、これなんだっけ、オルタナの覇者だっけ。ちょっと喜びツイートしとこう。最後の2は多分、回数を減っていくごとに1ずつ減るんじゃないですか、これ。多分。そういうものだと思うんですよ。そういう、地味な、地味ななんかこう、嫌がらせじゃない。まあ、これぐらいはあげるよ、みたいな。これぐらいがあげる。これ、オルタナの覇者でしたっけ？もらえたの。今、自分のちょっと見返そう。待って、オルタナの、なんだっけな。熊耳もらって、いや、これもう超人っていうか、なにこれ。変だって、オルタナの覇者。これはさ、もう1のサスケが全てですよ。1のサスケが全てがね。そう、やっていくと多分これ減りますね。あれ？何のログって出てたっけ？イルカのログ？あ、でも待って、クマ耳ってことは、クマさんのログってことかな？もしかして。いや、これもうなんかね、よく考えなんかスプラトゥーン義務教育みたいな。義務教育これですよ、みたいな。これができたら、まだ、なんていうの。バトルでも強くなれるよ、みたいな。いや、おかしいんだって。だってさ。おかしすぎるって。そう。だって、これ 1のサスケほんといらないから。あんな、際どいとこなんてないじゃないですか。あんな際どいマップなんて、どこにもないはずなのに、あんなものをやらせなきゃいけないのかという。あんなものをなぜやらなきゃいけないの？あんな動くところからやんないでしょ。やんないでしょっていうか、そんなマップないでしょ。ほんまに。あ、いや、ちょっととりあえず、ちょっと、2万2000が2万1000になっちゃった。なんかもう、これで最初で水ポチャしたら笑ってください。相手。うわー、怖っ。水ぽちゃしそう。やっぱ小鮭との絆ですね、ここらへん。でもここもう3日ぐらいは。スプラトゥーンやらなくてもいいかなと思ったけど、よく考えたら金稼がないといけないんで。私なんだっけ。注文したまま取りに行けてないライダースーツがあるんですよね。そう、注文したまま取りに行けてないから、取りに行かなきゃ、どっかで。いや、今の落ちそうだった。これ、こじゃけ投げたらどうなんだろう。おお、打ってる。打ってんね。そうですね。まあ、だから。スプラトゥーン上手くなりたいんだったらこれができるようになりなよみたいな。いらないよそんなの。仲間に頼ればいいだろ。
チーム戦なんだからさ。お前ら、スプラトゥーンなんだと思ってる？チーム戦だぞ？こんな一人で極限まで戦うなんてないだろ。NPC もいないんだから。あ、第2回戦普通に昼間やればよかったんだよ。まあ。いや、何も考えないでいいよ。とりあえずね。いやーでも、3日ぐらいでやったから、全然記憶は薄れてないですね。だって今日これ、今日やったんだもんね、よく考えたら。今日1日でクリアしたってことですか？あれ？そうだっけ？そうだよね。よく考えたらここだって今日やってたじゃん。お、おはよう。チェーンおはよう。なんか、オルタナの覇者になったよ。スプラトゥーンってこんなになんか鬼畜だったんだね。知らなかった。任天堂怖いな。スプラトゥーン2のヒーローモードやってないんで、そっちの配信もありなんですよね。そうそう、3でこれってことは2どんだけなのっていう興味がめちゃくちゃある。おはよう、おはようか。4時だな。これでだって3でしょ。1とか2って何やったんだろう。とか2の方何もやってないから、はい。やべ、赤だ。シールドが消えた。シールドのレアツが消えたけど、はい。マジでさ、これ人差し指と親指を酷使するゲームなんですよ、スプラトゥーンって。知らなかったんですけど。もう連打とかのあれじゃないんだなっていう。もう伸びなんかなんもないよ。連打系ですらないよ。すげえ、安心したら腹減ったわ。なんだろうな、これは。この気持ち。なんか、今日一日で駆け抜けたとは思えないよ。いや本当になんか、えげつなかったですもん。だって、朝、やって、おっと、危ね。朝やって、ん？朝、ん？昼やって、とりあえず、チェックポイント行って、その後動画で、チェックポイント2クリアしたのと、3のとこもクリアして、4ですもんね、さっきの。はぁ、ほんと、何考えてんだな、スプラトゥーン作った人。すごすぎるっぴ。やべ。やっぱまだ手が覚えてる。怖えよ、スプラトゥーン。これを何年生にやらせてるんだ。子供向けじゃないんだ。いや、子供向けなんだろうけど。子供向けだけどさ。あとで熊耳もつけよう。でもこれ熊さんのログってことかな？多分。はい。正面はここです。
浮いて。で、こっからカメラがね、ちゃんと見なきゃいけない。いや、マジでこれね、大船、ね、マジこの最初のサスケをみんながどうにかしてクリアしたらどうにかなると思う。マジサスケの死だから。これはなんでスプラトゥーンでサスケをやらせるんだ。危ねえ、死ぬかと思った本当にさ、見てる人にもあれが悪いよ。ここさ、塗りながら潜れたりする？本当に無理じゃね。どうなんだこれ、ここの成功法が分かんないぞ。自分であの上に立って塗ってからですみたいな。はあ、いやー、なんかちゃんとこういう裏ステージまでクリアしようって思ったのはこういう活動を始めてからですね。だって今までやったら絶対やってなかったな、こんな。いやー、裏ステージ感謝感謝感謝。みんなもこの裏ステージを、多分みんな私より上手いからどうにかなるでしょ。いやー、これねー、こん結構塗ったな、こっち側。でもこんぐらい塗りゃどうにかなる気がする。半分だけど。で、どっから始めるかなんだよな問題は。どう、やっぱりあれですかね。あー、ここ塗れてない。この後からいっか。おお、ちょっとダメだ。やっぱり。うわー、ダメだ。さて、やっぱ右側。進めね。ええに右側どっか塗っとかないとダメだ。あ、ロジさんおはよう。みんな右側は塗っといた方がいいね。ちょっと今、
私は偉いので復習してます。いやでもこれリトライこれこの3回はありでしょ。そして今めっちゃ喉が渇いてる。それはそう、緊張したから。うー、ありがとうございます。今日一日でオルタナの覇者になったよ。やったね。だって朝から始めたもんね。私の記憶が正しければ。昨日が散々すぎて、4時間やったから。上、下、上、下。ここで、集中できなすぎて、おとなしでさっきやったんですよね。クリアンしたとき。触れ、もう。で、ここなんだよな、問題が。あっぶねえ。右側もちゃんと塗った方が良さそう。本当にその通りなんですよね。あ、本当にその通りですよ。マジでそう。どこだっけ？これ。いや、ここさ。やりたいことはわかるんですけど、あ、そうだ、滝登りだったわ。違った。さっきからなんで小邪気と思ったら小邪気じゃなかった。ジャケ君の呼び出しです。あ、ダメだった。ジャケ君の呼び出しです。覇者になって偉い。正直クリア自信通り越してやるつもりさ。いや、本当にそうなんですよ。なんでやったんだろう、逆に。なんでやったんだろうな、自分でもわかんない。これどこだっけ。こっちか。こういうとこね、ずり落ちたら怖いんで、立った方がいいんだよな、絶対。これ、そう、これね、落ちるところがあるんですよ。で、落ちるところがどこだっけな、ここか。つまりここに立っていればこのイカリングを通過できると。はい、そういうことですね。いや、イカリングを見る余裕も増えたよ。えっ、小鮭誰よそのボム。いや、ほんとそれで、ね、違うんじゃ小鮭、これは浮気ではない。あー、こっから届かないんだった。
届かなかった。どっから届くんだっけ？あの奥か。ごめん、忘れてたわ。おお、補助金大丈夫か？大丈夫だそうだな、なんか。待って。はあ、はい。行きましょうね。ボムを陽動に使う。やべ、そうだった。もう一回、こじゃっけ。多分、多分だった。やだ、ボムとこじゃっけを間違えるな。やべ、エアコンガスし。で、あれが、こうで、どこ行くんだっけな？ああ、そうだ、思い出した。ここ、壁登りしなきゃいけないんですよね。ひえ、ヒヤヒヤする。わかる。わかるんごー。で、どこでしたっけ？あれです。あれです。はい。あれです。ひえ、手汗がやばいんもう。ほんとに。死すべし。やべ、やべ、やばい、やり直します。すいませんでした。すいませんでした。まさかの失敗したところないところで失敗しました。てかここノーミスクリアだったんで、すいません、何も覚えてませんでした。まさかの、まさかのそういう、そっか、階段だからさっさと登ってけってことですね。その通りだわ。ちっ、まあまあいいや。さっきはノーミスクリアだったから、いいよ。ミスも成功のうち。あっち向けや。端に立ちすぎた。あー、そんな手が。待って、天才では、天才ですか。そうか。あー、やばいやばい。待て待て待て、上がったから、上がったから。これだけ。ちゃんとね、ここに立って、こっから小邪気を向こう岸に投げられるというライフハック。なるほどね。そっか。さっきんとこあれ、もう一回風船ボム。確かに。やろうともできそう。
さよなら。おお、そう、怖いんよね。こういう細い道。間違えた。またこじゃきじゃない。こじゃけとあれの違いを間違えやすい。風船フグ、あれ、そっか、あれ一回使ってもなくなんないもんね。せやせや。ってことでこれで壊していくとどうなりますか。でもこれ、あーでもよく考えたら、そっか、あれ、待ってあれおい、これあれだわ、空船すぐ壊してすぐ行かないとまずいやつだわ。すいません、今気づきました。みたいですね。これ風船フグ一回壊すと多分次行こうってなった時多分いけないな。普通に、あ、カモン押しちゃった。まあいっか。あ、こっち解除届かないんだった。そうか、風船フグあれ一回様子を見ようか。そう、下が見えないからね。風船ブロック復活したらすぐ壊す。風船ブロックってどれだ。あ、風船フグか。風船フグ復活したらすぐ壊す。あ、やべ、もうちょい先が欲しいんや。もう立ったらいいや。そうね、風船フグのあれをよく見た方がいいだ。風船フグの挙動？いや普通にこの先のヘビフロやな。でもここだっけ、配信の出てなかった。こう来てあそこまで行ってボコボコボコってなるのか。で、あ、消えてる消えてる。消えてんな。意外と消えるの早いな。やっぱ。赤が死んだ。
クッソでしょ。ちょっと違う。なんだろう。風船フグ。どういうことですかね。風船フグあそこの登ってるところから壊すってことかな。ちょっと待って。あ、変なところであるでしょ。間違えた。風船フグをどこで壊す？あ、ダメだった。そうだ、忘れた。こっちから行かないといけないですね。挙動について、いや私普通に最初はなんかもうあの手当たり次第やってたんでね、あいつらを。もう何も考えずやってましたね。目の前に敵だ、出た出た出たっつって、撃ってくんのかい。バレてんのかい。あれ、戻りましょうね。違ったし、とりあえずこれでいきます。出た。とりあえず風船符号はこうなるとして、風船符号を壊したら、あー、おお、どんどんあれするってことかな。なんかあれ連鎖するんですよ、めちゃくちゃ。あー、どぶね。連鎖しまくるから。やば、これ通り抜けないときついな。スピード。です。一旦、通り抜けますね。多分。え？でも、いや、あのフグ、あ、やべ。使いたい。風船フグの2体目が遠すぎるんですよね、多分。風船フグ同士の連鎖じゃないと届かなくて、あそこ。風船フグ以外届くんかな？とりあえず、まあそうですね、私の、いけ、あ、待ち、ちょっとまだいい、
3はとりあえず超えたい。狙うのは1体目で大丈夫。なるほど。1体目が復活したらもう連鎖で次ってことか。でもあれ多分次のフグが復活するのが一旦全部消えてからなんですよね。全部のフグが連鎖しないと多分消えなくて、消えるじゃない、復活しなくて。フグの連鎖までの時間が足りるかどうかだな、それに関しては。足りたらいいな。あ、やべ。ずれたー。わー、時間はもうちょい。もうちょいあるんで、ちょっともうちょい朝活にお付き合いいただければと思いますが。いやー、変なところで落ちたくないので。まあ、とりあえず、小ジャケとの絆を信じるのが、この、ああ、もういいか。めんどくなった。そうなんですよ。この3と4は、小ジャケとの絆でできてる。3と4、違うな。ん ?3 と4、あ、というか。3と4は小ジャケとの絆がなんか多分絆がもうなんか絆で乗り越える。よいしょ。さあ行こうぜ。コマンダーなんて見ないって聞こえる。よいしょ。あー、回った小邪気じゃない。小邪気じゃないとまっすぐ行かない。上まで行ってくんないんだよな。多分小邪気くんのこのパワーが強いってことなんだろうな。ここに関しては1のサスケのおかげでできるようになったな。そうで、これ復活が、一旦全部、お、なるほど。あ、いい感じに連鎖するってこと？正面わかんない。ちょっと今のおかげでどれくらいあれしたのかわかんないですけど、あーあー、なるほど、今の感じなんですね。理解しました。いや、ありがてえな。なるほどな。今の時間差でなんかどうだったんだろう。でも自分からじゃ見えないからわかんないけど、そう、自分だと見えないけど、でも確かに、そう、なんか精神的余裕は出ますね。で、こっからは配信でやったな、さっき。いやー、そう、ちょっと
元井さんとかね、昨日林子さんがひたすらこのゲームにはチェックポイントがあるっていうのを教えてくれたんでね、なんかいやチェックポイントがあるって分かったけど、それっていうことはチェックポイントやばいってことはチェックポイントがあるってことはここはゴールは遠いんですねっていうことをね分かったんで、いやありがたかった。なんかチェックポイントがあるという希望と絶望を両方あれしていただけてよかったですね。チェックポイントがあるということがあんなに絶望になるとは思わなかったな。ここタイミングなんだよな、こじゃけの出し入れのタイミングですね、ここに関しては。あ、やべ、おぶねえ危ないぞよ、よそ見は現金ぞよ。でここでやりすぎるとこういう感じで、あれするんですよね、黄色に激突して死ぬ。そんなのは嫌だ。選手権でここもうお危ねえ、頼む頼む、おお綺麗に入った。さっきは入らなかったあれが綺麗に入りましたよ。おい、行け行け、行くんじゃ行くんじゃ、今日の集大成じゃ。はい、来ました。いやーさっきのもまぐれだからな、果たして。いやここでもこじゃけとの絆は健在なんですよ実は。うわーしょうもねえので死にたくねえ。あと3体 OK ってことで1体を残しつつローラーは殺す。いやーどっちがいいんだろうなこれ、残しててもいいことないかしら。第3ウェーブまで頑張らなきゃいけないです。これに関してはごめん、やめなさい。すっげえ声。めっちゃ鼻かゆい。あ、鼻がかゆいよ。いやー怖いんですよマジで。これ第2ウェーブまだいいんですけど、第3ウェーブの脇が本当にきつくて、なんか山ほどいるんですよね。あ、やべ、ロボットボムをやめろ。で第3の方の脇が本当にきつくて、いややっぱ湧き潰しすべきでは。しかもこれサブが本当に嫌なんですね。
やだ。死にたくない。死ねない。まだ。死ねない。いや、死ぬ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 。ここ俺は死ぬ。これは死ぬ。これは死にますね。パス PSW。 これはなんだ。なんて読むんですか。なんて読むんですか。これはパワフル。ちえな、あれかな、なんかあー、変なとこ落ちちゃった。さよなら。これ枠方式なんだっけな、何なんだろう。なんか明らかに、なんだろう、これ枠位置が多分なんかあるんですよね。枠位置があって、上がれ上がれ上がれ。お前は死ぬ。そこで死ね。ローラーはいらん。で、ローラーはいらん。あ、スペシャル、そうなんですよね。で、私スペシャルウェポンの使い方がド下手すぎて、多分なんか、すべてを使いこなせないんですよ。第二陣。こっち側は湧かないから。あ、やべ。あ、ロボット。ロボットボムを盛大に投げるのはやめなさいって言ってみんな叫び声が可愛いな。第2はいいんだよな。いや、きつ、ちょっと微妙にきついんですよね。第3がきつくて、本当に。で、多分、湧き潰ししないと本当にダメだから、こっち側なんだよな。この列が近くないとこに来るんですよね。近くないところっていうのかな。あっちだ。で、ロケランがいるんですよ。やばい。やばい。ロケランがいるので本当に嫌で。こっち側湧かないでくれたのから。おめえロケランだろ。ロケランマジ許す、マジ。これも許さん。このダメージを地味に与えてくるやつも許さん。あ、でちょっと減った。ちょっと減ったけど。いやー、スペシャルウェポンの使いどころよ。
おお、ジェットパック。すいませんね。そう簡単には、そう簡単には、あれさせてくれないみたいで、まあ、今日の私の成果を、ちょっと全部見せるまで終われませんみたいになってますが、これは。ご容赦ください。そりゃそうよ。この配信始めてから、ここの、あれ行ったの。おい、間違えちゃった。あれ、嘘、今自分で押した感覚なかったけど、押しちゃった。はい、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 わかりました。はい、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 好きでね、みんな。それ好きだね。フルチャージだよ。この、やっぱスペシャルウェポンはガンガン使った方がいいんですね。惜しい、本当に。今いい感じに人数減ってたのにな。はさよならだ。さよならバイバイだよ。いい感じに人数が減ったと思ったのに。ほい。ね、多分私この、なんか、ジェット以外絶対使わないんだよな、ほぼ。よく考えたら。これだけあれば、いい気がしてきた。さよなら。いや、ここに三角ボンも置くのもありなんですけどね。まだいる、ここ。まあ、4体か5体ぐらいは倒した気がする。巻き潰し系。で、やっぱあっち側なんだよな。絶対あっちに湧く。あっちにいるな。あっちじゃないか。こっち側だな。こっち側が気になるところ。始まったら、いや本当に小ジャケをうまく、でもこれでどっち側に湧くか分かんない。あ、まだか。あれ、どこ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 行った。はやっ、やべ、そうなんよな。知ってるよ。やっぱそうだな。多分最後のチェックポイントが、チェックポイントっていうか最後の湧き方が、プレイヤーがいる位置と反対側に湧くパターンだと思うんですよ。多分そう。多分そうなんだな。だから、下手に、そう、自分の領土出ると、領土、自分の領土出ると死ぬやつなんですよね。っていうことに気がついたので。領土からは出ない。やはり。あ、水ぽちゃは嫌だ。まあいいや。第2ウェーブとかになっちゃった。いやー、そこか。やはり。やはりそこなんだな。やはり勝機はそこですか。で、多分、第1は、やったところの近くが湧く。だからそんなに遠くにいなくてもいいと。で、小ジャケを当てると一発で倒れてくれるんですよね、タコゾネス。でもそんなうまくいかんのよっていう。
でもこれオートエイムみたいについてる、もしかして。意外と、意外とこじ開け倒してくれる。意外となんか乱戦のとこを持ち込めばいける？ダメだった。あとインク残量を結構ちゃんと見とかないと。おいおいおい、ロボットボムじゃないね。ボムいらないね。うわ、しかもあれときたか。いやー、エイム雑。とりあえず塗っとかないとやばい。やっぱ向こう行けないな。向こうまで行けないんだよな。いや、きっとってなんやねんっていう。相手は裏とか回ってこないから待ち伏せできそう。いや、まあそれそうそうなんですよ、ね、多分なんとなくわかる。どっち来た？やべ、赤消えた。やーべ。あ、今の、良かったと思うんだけどな。なんだ今、赤消えたのは、多分、あんまりもう塗んなくていいか。ちょっと、サクサクプレイ目指して、試行回数との戦いですね。で、こじゃけ、なんか、私のバチボコエイムでも、いいように殺してくれないかな。頼むから。頼むよ、こじゃけ。君が頼りなんだ。あ、やべ、よそ見してた。戦場でよそ見をすなという、ありがたいお言葉ですか。もう、いや、スプラトゥーン、シュラだって、シュラのゲームだよ。スプラトゥーンは修羅のゲームだということがこれでよくわかりますね。いっやっちまったぜ。飛んでった今。はい、すいません、ちゃんとジャンプポイントと重ならないように立ちます。あんな感じになるんだ。そして、ケンギさん、おはようございます。どうもおはようございます。ゴールデンタイムに配信するとか言っといて、なんか、ね、みんなのおはようを聞きながら、やるファミリーやってます。え、でも、聞いてくださいよ、皆さん。私はオルタナの覇者になったんですよ。間違いじゃなければ。このアマゾネスたちを倒せれば、私はオルタナの覇者になっております。正しいはず。私はオルタナの覇者なんだ。いやでもめちゃくちゃ危ない覇者だけどね。あと3体。待った。あと1体。ほら。あっちか。おお、ないないない。オルタナの覇者になった。
ったのはまぐれなのか何なのか。おめえ、後ろはガラッキだよ。ゴールデンタイムに配信するなどと言っておきながら、全然ゴールデンタイムじゃない配信で今日一日過ごしてしまった罪を。ああ、ダメだ。お許しください。いや、だって、スプラトゥーン難しいんだもん。スプラトゥーンなんでこんな難しいん？ほら、こんなスプラトゥーン知らない。はぁ、さあ、銃声が聞こえる。どこにいらっしゃる？早いね。動きが早いよ。まだ3体いる。オッケー。いや、3体いるのはいいんですけどね。おいおいおい。変なとこ開いてんな。ここに関してはどういう基準で湧くのかわかんない。あー、取っちゃった、取っちゃったじゃん。いや、だからこれ苦手なんやって。この奥でショットでも打ちますかね。今のうちにこれ向こうまでの道を作りますか。俺たちのゴールデンタイムだ。その通り。おお、君、そのとこにいた。そのとこにいたんだ。俺たちのゴールデンタイムはこれからだ。そうで、真ん中からも湧くのと、やっぱ奥なんだよな。あ、待って、今思いっきり小ジャケだと思って私はボムを投げまくっていましたね。どんだけだよ。あれはボムじゃねえよ。やべ、ボムと小ジャケ間違いがちだな。いや、ボム、私ボム大好き人間になってるんですけど、多分。本当は三角のボムが好きなんですけど、三角のボム当たんないから。これ。なんでみ？ほんまに？おめえ、リスキルしてやるよ。どこ？小ジャケがもう見えなくても投げられるようになりなさいという。そういうこと？小ジャケなんて、小ジャケをおとりにするのなんて、朝飯前ですよという顔をしなくちゃいけないんですね。さよならだお前も。このウェーブを永遠に続けるんですよ。さっきのウェーブ終われば希望が見える。やっぱこの第2ウェーブのうちに塗っとくべきなんだな。分かった分かった。
これで全部じゃないんだな。いや、マジであの乱戦の時どうしてたっけ、私。覚えてる？覚えてないよ、もう。どれかロックオンしてくれ。左から行く？左から行こう。あ、降りてきた、降りてきた。やっぱりスキルなんですよ、一番大事なの。ちょっと落ち着いた。ここの往復リスキルでちょっと落ち着いた。ダメだ、戻してこよう。ダメ？ダメ？ダメですか？私のあの猛攻。いやでも第3ウェーブの途中にちょっと一息つけるところがあるので、よしとしましょう。やべ、耳が痛い。いやー、第3ウェーブの途中で殺そうねという。第3ウェーブ生かすマジ。第3ウェーブ生かすマジ。そう、第2ウェーブでめちゃくちゃ塗られちゃうからな、結局。いや、まあ第1でもなんですけど。まんめみー、ほんとに知らないよー。塗っておけばやっぱ安心材料は増えるんですよね。で、やっぱ両脇いるな。ここの間の道を取ることで、いかに後で行き来するときにいい感じにするか、かな？おぉ、ロボットボム2体もいらんのよ。やばい、やばい。スペシャル使おう。スペシャルの使い時よ。はい、そうですね。でもさっきのナイストライ、はい、ナイストライですね。わかるわかる。そうなんよな。さっきこれ何回でクリアしたかな。でも結構きつかった記憶がありますね。こんなとこで投げるな。裏を取ろうとすな。仲良しか。うう、腕が疲れてくるな、これは。こんな朝っぱらにやるものか、果たして。わからないですね。もう小ジャケ以外の相手、小ジャケ以外のあれをもう使わない方がいいかもしれない。こういう時以外。
ここでリスタートで来るやつがいるのが嫌なんですね。お、ポコポコいった。まだでございます、まだでございます。勝って兜の尾を締めるのです。強くあれば大丈夫、そんなものはない。あー、ダメだ。下手くそな夜だからスペシャルがですね、死ぬほど下手くそなんですよ直感的に使えるこのジャンプしか私には使えないんです。何かなこれ、拷問、拷問かな。下手くそなのはなんでかな、なんでかなというか、下手くそだからというあれしかないんですよね。おお、危ね、今落ちそうだったね。残念ながらね、このスペシャルを使うスペシャルがですね、なんと、あ、でもあの3つの後は、そっか、あれだわ、サメライドだったわ。やっぱサメライド使うか、サメライドならいいか。ってことはあれを早く使った方がいいな。あの反対側にあるのがですね、なんとなんと、あのでけえハンコなんですよ。あれが一番苦手で、あれが本当に苦手だし、あのでけえハンコ使えるやつほんとすごいわ。はあ、はい、あと一息。いるね。多分でけえハンコ。うわ、おめえ、鮭じゃないじゃん。ふう、これで全部っしょ。そう言いたかったよ、俺だって。そうだね、まだ来てるね。どっちから行くかな。あー、あいつらも塗るのに塗る方なんだな。マジ固まられるとやだな。そうなんだよ、一匹ずつおびき寄せたいのに、一匹ずつおびき寄せさせて。お、いた。だから死ぬんだ、それは。いやー、ごめんなさい。なんか違うな。どうしよっかな。あれはなんで囲まれた？
やそう、さっさと1匹ずつ潰せなかったからが答えなんですけど、ウェーブ2まではいいとして、ウェーブ2まではいいんですよ。ここも出てくるポイントなんだよな。ここも出てくるポイントなのがあって、ポイントがあるんですよね、たくさん。やっぱウェーブ2を、生物を乗り越えた後、問題はサムライドなんで出ないんだ。あれか、こっち使ってないからか。待って待って、あだっつっちゃった。あで、そう、これがサムライド出てくるんですよ。ランデブーは一緒にすべき。あー、ボムか。ボムの音したな、確かに。これ。これいつまでやろう。だって一応ね、クリアはしてるんですよ、私。これ、セカンドクリアとかですからね。2回目、2回目やる意味、意味わからないね。なんで私は2回目をやろうとしてるのか。確かにこれやると、スプラトゥーンは上手くなると思いますよ。上手くなる。スプラトゥーンというゲームの厳しさがわかる。どこにいますか？いた。うるせえ。ローラーシスベシ。やっぱどうしようかな。でも明らかにこのスペシャルじゃ私は勝てないんですよ。まだある。よし、オッケー。
逃げた逃げた。ちょっと待って、よいしょ、どうだ、ちょっと待って、これどうしよう、あんまり濡れてないんで、いやー違う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 、湧かない湧かない湧いてない、はい、うん、こっちはまだ生きてる、まだ生きてる、あと3体、オッケーオッケー、あと何体、あ、いけるんじゃね、ゴッドイーターは3まであります、そうなんです、クリアよ、あぶねー、はい、いや2回目クリア、あぶな、危なかった、多分最初のクリアから6分ぐらいしか変わってない、いや時間いいよ、あーまあ5時半、そうです、ゴッドイーターは3まであります、うっす、よし、終わりました終わったんでよしはい、ってことでね、いや、わかんない、ちょっと昼間にもうちょっと元気があったら、いやもうやんねえよこんなのとりあえず装備の確認とかはあず昼にやるんで、はい、ってことでね、お疲れ様でしたありがとうございました。見ていただいて。うっす。ってことでね。いやー、もうちょっとね。いやー、きつい。きついってこれ。やる方いたら、頑張れって。配信見に行くんで。配信するかわかんないけど。配信するなら、応援しに行くので。皆さん頑張ってください。ってことでね。いやー、来ていただいてありがとうございました。とりあえず今日の配信は以上となります。お疲れ様でございました。それじゃあまたね。バイバーイ。